アンティゴノス3世は、アンティゴノス朝マケドニアの王である。アンティゴノス3世ドソンとも呼ばれる。前王アンティゴノス2世ゴナタスの甥いである。王族に生まれたアンティゴノスは、最初デメトリオス2世の息子ピリッポスの敬語の任務に、就く。紀元前227年にアンティゴノスは、デメトリオス2世のカフクリセースと結婚、息子のピリッポスを拝着し、王となった。 アンテュゴノスは、アカイア同盟の名手シキオンのアラトスを支援し、アイトリア同盟の名手スパルタオの座についた、クレオメネス三世に対抗した。アンティゴノスは、アラトスと共に、クレオメネス戦争で、クレオメネスと戦い、苦戦した者の敵を大きく上回る、物量作戦で巻き返し、紀元前222年に、セラシアの戦いで、決定的な勝利を得て、 クレオメネスをエジプトへの亡命にまで追い込んだが、翌年紀元前221年イリュリアの諸都市との戦闘中に戦死した。部下を激励していて叫び続けている時に血管が切れたためという、ありがとうございます。